何が当たる？これがさ、これ端っこのラダーフレーム？本当はね、これがね、こういう人でしょ。こうやってやって、ああ、そこの角に当たっちゃうってことね。あれギリギリセーフ、こっちギリギリセーフじゃん。うん、向こう向き当たるの？奥がってこと？うん、ダメ。ああ、ダメだね、あそこは当たるね。ダメだよな。なんかここ汚れとるやん、ね、粘着がついとる。なんか剥がしたのかな。あんま気持ちは良くないけど、まあしょうがないかなっていう。TBS の元アナウンサーの安藤、うん、あの人めっちゃ車好きで、うん、あの日産のその新車のそのなんだろう、工場から出てくるやつを車を運転してたらしいんだって、そういうバイトで、うん、だから高級車めっちゃかっ飛ばしとったって言っとったよ。お客さんの車なんだけどって、ものすごい謝っとったけど、申し訳ないけどって、もうすげえ楽しかったって言ってて。まあ当然そうなるよね。そう。すっごい広いところでさ。そう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 。言ってた言ってた。まあそうだよなと思って。って本当に車好きでさ、その、出たばっかのさ、うん、そのスポーツカーとかになったら、それは飛ばすよね。まあしょうがないよねって思って。ああ、なるほどね。こうやってあげるんだ。こうやってあげるしかないな、これ。全部タップを一緒にして、このアームで。うん、分かってる。これはね、あの、あれだね、燃料のタクールキャニスターってやつで、燃料から出た、あの、気体とかを、ここに一回くっつけて出してる。みたいな機能ね。これ、エンジンルームに昔ついとったけど、こんなとこについとるのかな。なんでこんなのついとるの？なんか理由あるんだろうな。こっから、来て、伝わって、エンジンミッションに伝わって、ここで、前後に分けてこれ、マニュアルのミッショントランにここが繋がってるってことね。これね、これプログラシャフトで、これがね、うん、でこれがマニュアルトランスミッション、でここがエンジン、マニュアル、うん、マニュアルトランスミッション、これエンジンから来るやつってこと？これね、こっから来る、うん、こっから前がエンジン、うん、うん、でトランスファーって呼ばれる、これがあの前後の配分してるやつ、直結だとタイトコーナーブレーキ現象ってやったでしょ。あれになってるんで。これなんなのこれ。タンク、ガソリンタンク。ガソリンタンク？カバーがついてるね。カバーがついてこの中に。なんかもうちょっと汚ねえかと思ったけど、いやいや、新車だからすごい綺麗だね。新車綺麗だよ、めっちゃ綺麗。これ見といてよかったな。うん、すげえなんか本当の新。うん、新しいプラモデルみたいな感じの。今だけだよ、綺麗な。で、だよね。車検でもそう洗ったりするけど、こんな風にならないから、もちろん。ああ、そう。錆びるし。うん、もう今のが出っ放しのとこさ、こういうとことか錆びまくるでね、これ今浮いとるけど。ああ、なるほどね。錆びないよね。うん、こういう溶接のところとかも錆びてくるから、うんうん。これも今見えてるでしょ。こういうとこ錆びるもんね、さ。バババ錆びが出ちゃう。ああ、なるほど。こんな綺麗なのないね。僕らステンレスでよくサビになるけど、これステンレスなの？ステンレス。なんでわかんの？もうこの色、この色ステンレス。ああ、そうなんだ、うん。マフラー変えるって基本何？ここの後ろだけ変えるの？あ、まあ、本当ね、この車だとまあこれそれもできるだろうね。うん。し、この辺りから変えるやつもあるってな。その ここだけ変えるのとここの間変えるのって何が違うの？まあ正直言うと、うん、このでさ、まあのあれが太くなれば抜けがいいから、こう回転回るようになる。ちょっと難しいけど。あ、上の方がってことね。そうだね。で、ここで回るのも本当、音
音が変わるだけだね。あ、ほとんど意味がない。後ろは音だけってことね。ほとんど意味がない。あ、でもそうなんだ。これの前だと、ここが絞り抜けるから、こっから後ろ変えたところで、ここがボトルネックになってるもんね。あ、なるほどね。いや、どんだけ意味があるか。あ、へえ。でも一応フルで変え、まあ、そういうのが好きな人はフルで変えたいとか。で、ここにさ、触媒という機械がついてるじゃん。触媒っていうのめちゃめちゃ高いから、多分触媒の後ろ。うん、が安いんだ。からしかないと思う。こっから前から変えようとするとすごい金額になる。ああ、そうなんだ。そうすると このパイ、これで40ぐらい、40、50ぐらいと思うけど、よりも結局太くしたところでここでしまってる。じゃあ大体マフラー変えるってのはもう音だけってことね。そう、見た目と音。なんでみんなマフラー変えるんだろうと思ったら、そういうことだ。あ、そうそう、見た目がここなんかちょっと青っぽくなってたりとか。ああ、なるほど。このゲインフックは、そんな、その、思いっきり引っ張るようなやつじゃないって言われて、これでやっちゃうと、多分これ、ポキッと折れちゃうよって言って言われたね。まあ当然だからさ、ここはで吸い取るじゃん。うん、だから こっちの力には弱いよね、もちろん。うんうん、で、こう、フレームに対してこう吸い取るやつは、こういう風に予定されたってネジが止まってるとかあるんだ。うんうん、そういうやつはそう、だからやる場合、ここに穴があるんだけど、ここから、アダプターをつけて、もうがっしりのやつをつける、うんうん、ってやればちゃんと弾けるからっていうふうに言ってたんで、うん、そうだね。だからこれはもうあのレイアウト上どうしようもなかったんだよね。ここになっちゃうもんさ、うん、そうです、うん、本当だな。と結構バンバンやらないけどさ、クロスもそうだ、これも一緒だ。で、本当にただこの車を牽引するだけなんだよね。なんか今言ったのさ、ヒッチメンバーとかつけてさ、うん、ガーッて引っ張る。あ、そう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 。それでやるとボキってなる、ね。なるほどね。それはね、想定されてない。そういうことだよね。うん、知らんかったと思って。こっちの方がまだこのプレート入れてあるからさ、ちょっと効くよね。このプレートがある。あ、なるほどね。ちょっとだけどね。うん、リアとの違いがってことね。そう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 。このフレームが走ってるのにさ、これがちょっと珍しい。それ、これが今回から追加されたやつが出てたよ。このものなんじゃないかな。そう、ね、そう、こういうのは珍しい。ない。うん。うん、だって、これがあることによって、この剛性が、この、うん、ねじりの剛性がってことね。うん。みたいだね、うん。これとかも、俺がトレード出してるとき、後付けしてたね、ここ、つなぐような。へぇ、うん、お客さんが言いたいですよね。本当に車が分かるなんてないじゃん。うん、そうだね。俺は仕事で当たり前なんだけど、もうラダー、いや俺絶対新しい車だし、ラダーフレームだし、他と違うんだなと思って、とりあえず見とこうと思って、うん、なんかみんなスカ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 って言うけど、そうでもないなと思って。あの縦置きはね、スカスカだわね、もちろん。他の車に比べたら、ね、FF だとこう置いてあるもんね、エンジンが。これ、1、2、3ってこういうふうにエンジンがあるわけ。で、後ろに行ってるの。で、こう前、ここにベルトがちょっと分かりづらいけど、前ベルトあるじゃん。うん。買うかがないか分かんないけど、これゴムらしいんだよね。で、これをシリコンとかに変えると、なんか出始めが良くなるって言って、って言うんだけど。まあ、本当なのと思って。あれは、その、メカニズム的にはその通りなの。ただそれが体感できるかどうかわからない。なんでかっていうと、これ、インタークーラーなんだね、うん。で、これターボの、ターボのここにある。ターボの吸気？タービンがあるんだけど、うん、ここがターボの吸気があっちに入って、うん、で、ここで冷やされて出てくるっていう仕組みなの。うん、あ、じゃ逆が入って、出てきて、で、ここがインテークーラーなもんで、うん、そういう仕組みなの。で、火球かかるとさ、うん、ここの圧力が高くなるわけ。うん、1よりも、1気圧が高くなる、うん。そうするとこれが開くわけよ。うん、こう、うん、ゴムだもんで。それが、レスポンスが悪い、うんうんうん。本当はいかなかんやつがここの膨らむのに使ってるわけじゃん。だから、いかにも膨らみにくいそのシリコンのホースなりを、うん、もしくはリジットのホースなりを入れれば、うん、よりレスポンスがあるだろうっていう、うんうん、まあ、趣旨のもの。うんで、実際それが体感できるほど変わるかっていうと、ちょっと微妙だと思うね。で、シリコンの方が結構高いはずだから。あともう一つ言ってたのが、このバッテリーを変えると、うん、電圧が安定するからいいのに変えると、うん、なんで、なんだろう、室内で音聞くときの音質が良くなるって言ってんだけど。
それね、それは嘘なの。それもね、だってめちゃめちゃあのこだわればだね。ああそうなんだ。結局ね、電圧云々っていうか、あのオルタネーターがこいつが発電してるわけよ、うん、13これね、今 12V って言ってるけど 12.6 か 12.8 かそれぐらいあるんだけど、うん、13V 以上発電してるの、うん、っていうことは、あのこれがいかに良くなったとしても、こいつが発電するかどうかが問題だから、うん、13V 以上常にかかってるわけだ、うんうんうん、で例えばエンジンを切った時に、うん、そういうことがちょっと感じられるとかっていうならまだ話は分かるけど、うん、ただあの 12V より落ちても動く機器になってるから、うん、元々のものが、うん、だから、まあ、電気により詳しいところあんまりね関係ないな、うんうん、ただあの例えばあのエンジンをふかした時は13が14、13とかなったりして、その何入ってくる電気の電圧がこう不安定だと、うん、だからあの音質に良くないって言って音めっちゃこだわってる人は、うん、あ入れるわね、その安定させるもの、それで13以上入ってきても13以上白くしないのを入れとか、うん、上がったり下がったりしないのという意味ではそういうのをやる人はおる。けど本当100万単位で中のオーディオを殴ってる人、はい、本当にスピーカーの音を良くするために鉛のシートを入れたりとかってやってる人はそういうことを言うレベルだね。だってあんましそれも関係ないと思う。なるほど。めっちゃ調べとんの、なんかいろんなこと。もう来ないか、1年以上待ってたから、ずーっと。そう、まあ、タワーは多分そうなんだけど、そういうような金使うんだったら、それこそ本当にコーティングしたりとかした方が、全然いいと思うな、うん、俺は。こっち金回すから。で、それもいろいろあって、なくなって、で次、ディスチャージってのが、今最近、結構ちょっと前のやつは主流になってるんだけど、めっちゃ白いさ光線放つんだけど、うん、すっごい高い電力なんだ、うん、で部品が小分けるとめっちゃ高いし、でまあ当然小分けやすい、うん、で配線が焼けたりっていうこともちょくちょく起こるので、で LED があの青色の LED が出た時に LED のヘッドライトバルブが出るっていう噂になって、うん、でできたらディスチャージって言って一気になくなってった、ね、ほとんどあれへんね、うん、でほとんど同じ機構でさ、これあのLED ユニットって多分ないはずなんだけども、今や。で、ディスチャージってさ、本当にこれくらいのユニットが両側についとってさ、うん、バーンって昇圧する、12V から 300V ぐらいまで昇圧する昇圧器がついとって、うん、でそこについて、パカッてつく、まあ、蛍光灯っぽいような感じのつけ方をするような昇圧器が必要だったの。だって、ガシャンって昇圧器当たると、ものすごいお金かかるし、ですんげえこう分けるし。それが LED になって、もう本当にハロゲンと同じ配線で 12V かけるだけでパカッてつくような、で相当良くなったんだよね。そうなんだ、そうそうそう、いいんだ。そう、めちゃめちゃいいんだよ。これ上のグレードだから最初からついてるからさ、そう、そういうもんなんだ。多分オプションでもさ、3、4万だと思うんだけど、俺が買うなら絶対つける LED。ああ、そうなんだ。もう絶対つける。そんな3万円そこらの差じゃないもんね。ああ、そう、うん。あと思ったのが、昔のターボってさ、ここの上に穴開いてるじゃん。うんうんうん、あれって何なの？インタクーラー。これがここにあったもんね。こっちはどうかな、うん、ここにあれば、そのレイアウト的にも安くつくしね。でもさっき言ってたのさ、うん、ここから風が入ってくるって言ってた。あ、これだね、これ。ここでしょ。だってこっちが排気側なんだわ。うん、で、ここにあれば、排気側から吸気側に行くだけなんで、ホースがこんだけで済むわけ。分かるね、うん、ここにインタクーラー乗っけとけば、うん、でここから風入れれば、うん、ってことなんだけど、当然立ってた方が風、これ丸見えだもんね、さここから風思いっきり入ってくるわけよ、うん、だからこの方が効率はめちゃめちゃいい。こっからこっちに流れてくの？あのそうだよ、あのだからこっから入ってきて、これ吸気の、これ吸気ので俺が今言ってるのはこのフィンに風を当てて、あ、そうそうだね、分かるよね、うん、それ分かる。でももともとここに入ってきて、うん、ターボから、うん、でこっちへ出て行ってここで吸気吸ってるの。ああなるほど、分かった分かった。このここにあれば短いんだけども、そうそうそう、こっちに伸ばしたためにその分ここが伸びたってことね。そう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 、ああなるほど、ホース長いじゃん。ああなるほど、理解した理解した。でお金もかかるし、このホースいっぱいでレアでお金もかかるんだけど、ただこのフィンの効率で言ったらここにあった方がいい。あ、ここにあるとやっぱエンジンの上だしさ、熱こもるし冷えにくいじゃん、うんうん、なるほどね。だってレーシングカーはもう前に置いて、はいはいはい、でもう本当金属のさ、うん、これ長くなるとさっき言った問題が出てくるじゃん、うんうんうん、金属のやつでちょっとだけ、うん、あの回るとこだけシリコンのホースつけてみたいなことやると、うん、
なるほど。そういう理由だって、エアスクープがないっていうのはインタークーラーが前にあるから、うん、ターボ車でエアスクープがないやつは大抵そうで、あれはあれ純正のボネットある純正のボネットは空いとるのかもしれない。うん、このでかいのがエアコンの室外機ってこと、うん、今見えてるのがそうそう、うん、そうなんだ、うん、ちょうどかぶっちゃってラジエーターが見えなくなってるけど、うん、ここにちょろっと見えてるのがエアコンの室外機役、うん、でこれがラジエーター、うん、これがインタークーラー、これ何なの、それ ABS、 ABS の、あ、なるほどね、モーターがね、だって1回全部 4輪がここに入ってきて、でここで制御してる、でもう1回4輪出てってる、これがマスターシリンダーって言って、ブレーキあんたが踏むとキュッキュッキュッってこれ、この液を出すわけ、うん、ブレーキ液、うん、でここに1回入ってきて、で他のところへ全部出して、これがないとそのままここから直で4輪に行くだけ、これ前後だもんさ、ここからは 1K とか前後入ってきて、ここだね、前後入ってきて4輪に向かって出てと、よう分からんけど、うん、なるほどね、バルじゃん、その下がった部分はバネしたバネよりも下の部分、うんうん、そこの重さと上では10倍ぐらいの影響の差があるんですよ、このハンドリングで、それは当然なんだけど、そのバネ上でもここの部分とここの部分ではやっぱり影響が違う、うん、こう ローリングした時とかに、うんうん、ここなんかちょっとじゃない、でここはめっちゃ動くよ、うんうん、で上につけると、まあ、ハンドリングがかなり変わると思うし、あと燃費にもかなり影響があると思う、まあ、その辺は思ったと思う、60キロなんてすごいからね、うん、